運事件いざ参る。当該殿、お耳に入れたいことが。ん？間に合わなかったか。当該殿、あなたはもう終わりです。生徒大衆、当該に反逆の意あり、そういうことになったんです。生涯殿、この地を我が物にする気だな。察しがいいじゃないですか。なら、おとなしく牢に入ってください。このことをお伝えしたかったのですが、今はまずここを脱しましょう。あの裏切り者の息子ならもっと賢いと思ったんだが、残念だよ、文王殿。文王殿。構えたなら範囲は明白。正式が命じる。当該と文王を捕らえよ。謀反を企てた者は断罪するのだ。城内の兵士たちよ、当該を逃がすな。脱出しましょう。そういうの無駄な山っていうのは知らないみたいな。教えてあげる。正門へ回りましょう。さあ来やがれ。お前なんざ自分のひねりだ。Yeah.
とも閉ざされている。中央部を抜け南東から脱出しよう。逃がすな！
助けとはありがたいな。この一撃に一分をかける。どうか激励する。バリエはすまん。この騒ぎだ。全ては紹介殿の策謀だ。陳謝いたす。私は何もできんだ。それを召されよ。追撃の手は緩む気配があります。先を急ぎましょう。さすが堂々たる戦で。お前にも難儀を。この窮地を脱するぞ。とどめだ。おお、お助けいただき感謝します。これが父上の助けになります。無事ならばそれでよ。いざ参る。
ー同士も参戦する。共に義から生徒を奪還せん。お前たちは先に撤退せよ。敵は私たちが食い止める。兄上、承知しました。お分を。さすが王道たる戦です。この私こそ真の三国武将だ。敵の要素を落とす。引っ掛けて勝利だ。行け。さあさあ進軍だ。いざ、かの地へ。気迫で勝負だ。
闘もここまでだ。気迫で勝負だ。おとなしく投降せよ。私たちはここで倒れるわけにはいかない。あなたを倒し、この死地を脱する。この状況、喜んではならぬか。紹介殿が蜀の残党と手を組んでいたと。早く芝生殿にお伝えしなければ。文王殿、申し訳ない。自分に危機を知らせたがために。いえ、あの時父文金を揶揄されて思い出しました。人の野心とは恐ろしいものだと。行きましょう。少子として正しい道を進むために。うん。